ミクロハイの帝国の、ミクロエルダー国家皇帝との一連の会談が、ミクロハイは中国総司、起きたか。王都からの放送じゃもう無理だね。ダメか。遠くに来たもんだな。王子の寝坊だけは変わんねえが。 神話の時代の隕石だ。お腹すいた。座りっぱなしで体痛えわ。風呂が恋しいな。そろそろ泊まれる場所が欲しい。 ルーナはオルティシエにいるらしい。ご無事なのか。おお、あっちで待っててくれてるんだ。他には何て。会って渡したいものがあるってさ。行くよ、はいよ。どうや。大丈夫かドクト。まあちょっと休んでな。くそ、手加減は。 山抜けたら、そろそろ海だよね。待たせて悪いな。